バッテンです。高校数学両問演習第55問目をやっていきます。図形と方程式残り2問ですね。今回第4問やっていきます。ただご自身で問題考えられてない方は必ずここで動画を止めていただいて自分で回答を出してみてからですね解説に進んでください。では解説始めていきたいと思います。今日は問題見ていただいたら分かる通りですね、円と直線の位置関係に関する問題です。教科書ですとか応用問題集とかで見たことある方っていうのはいると思うんですけれども、弦の長さの問題、これも扱っていきます。ではまずポイントを確認したいと思います。円と直線の位置関係ですね、つまり下に図が3つあるんですけど、円とか直線がですね、動いていった時に交点の個数ですね、これを調べる問題を扱います。これはですね、前々回やった点と直線の距離、これがですね実は活躍するんですよね。でどういうことかっていうと、円と直線の位置関係を考えるときに、この中心ですね、円の中心とこの直線、この距離を考えます。ここでいうとこの赤線ですね、この長さ、これはこの中心とこの直線との距離で求まりますよね。でこの距離を出してあげて、それがですね円の半径、つまりここの黄色の部分ですね、ここよりも長ければ交点ないですよね。これは図形からすぐに理解できると思います。で違うケースとして、この中心からですね直線までの距離が半径と一致する場合、この時はもともと点と直線の距離っていうのは点から垂直に線を下ろしてその線分の長さなので、この赤線と直線っていうのは必ず垂直になります。なのでこの距離がですね半径と等しい時っていうのは、この赤線も半径になって、この直線っていうのが接線になります。ですので交点1個で直線と円が接すると、こういう位置関係になってきます。ただ一方でもっと線が内部に入ってきた場合、これはどういう条件に対応するかっていうと、中心から直線までの距離っていうのが半径、つまりこの黄色の長さよりも短いですよと。でこれが交点2個に対する条件になってきます。でこれはですね全て必要十分条件になっていて、つまり中心と直線の距離が半径より大きい場合は交点なしっていうことと同値関係で、距離イコール半径になったら交点1個接しますよと。で距離が半径より小さかったら交点2個っていうことと同値になってきます。なので問題文で異なる交点を2つ持つ場合って聞かれたら、この条件を考えてあげたらそれが答えになりますよと、そういう関係になってきます。ただ人によってはですね、こっちの考え方をする方もいるかなと思います。つまり今回直線の式と円の方程式の式あるんですけど、直線の式 y イコールなんとかっていうのを円の方程式の y に代入してあげてですね、 y を消す、そして x の二次方程式が立ちます。でこれ解いてあげるとですね、交点の x 座標が出ますよね。なのでこの x の二次方程式の判別式考えてあげて、判別式が正だったら交点の x 座標2つなので交点2つ、判別式イコール0だと交点1つ、判別式が負だと交点0個って考えてもいいんじゃないかって思う方もいるかもしれません。ちなみに判別式と x 座標との交点の数の関係については、第6回で2次関数のところでやってるので、気になる方は復習してみてください。元に戻ると、こういう考え方をする方もいるかもしれないんですけど、一つだけこれ欠点があります。つまりこれが成り立たないケースっていうのがあります。それが今回のケースで言うと、直線が x 軸に垂直の場合です。今回 y を消したので x の二次方程式になって交点の x 座標が出るんですけど、直線っていうのがもともと x 軸に垂直、ここでは x イコール a っていう直線を考えてますけど、これと円が交点を持つような場合を考えます。この時ですね、連立して出てくる x の値っていうのは1個だけになります。これ図で見ると分かる通り a だけですよね、 x 座標は。なんですけど図を見たら明らかな通り、実際の交点っていうのは2個あります。なのでここがずれてくるんですよね。でこういうケースがあります。ただ逆にですね、y を消去して x の二次方程式考えるときっていうのは、直線が x 軸に垂直じゃなければですね、連立して出てくる x の値、つまり交点の x 座標ですけれども、この数と実際の交点の数っていうのは一致します。つまり例えば直線が斜めの時ですね、交点の x 座標の数、これ2つですよね。この時交点も確かに2つありますよと。でここが必ず一致しますので、
そういうですね、特殊な直線がない場合は判別式で考えて OK です。なので最初に断ってあげる必要があります。この使い方だけぜひ注意するようにしてください。これですね、方程式を解いて出てくる x の値、これはつまり交点の x 座標なんですけれども、その個数と実際の交点の個数が一致しないケースがあるよということですね。ぜひ頭に置いてみてください。ではカッコ1からですねやっていきます。カッコ1、考え方2つ紹介します。今話した通りですね、中心と直線との距離を使うパターン、それと判別式使うパターン、2つどっちも紹介して使い方を確認します。まず中心とこの直線 L ですね、この距離を出さないといけないので中心を求めます。そのためには今一般形で与えられているこの円 C の方程式ですね、これを標準形に直す必要があって、で直してあげるとこの式が出てきます。これは X について平方完成して Y について平方完成して、まあ、残りをここでまとめてあげるっていうイメージですね。この直し方はいいかと思います。そうすると中心がここに出てきて 1,2 ですよと、で半径はこの右側のルート、この情報がわかります。ですので今回問題の条件として C と L、 つまり円と直線が異なる2点で交わるって言われているので、これは同値なることの中心 O、 今出した 1,2 ですね、これと L、 一般形に直すと X プラス Y マイナス K イコール0、この距離が半径未満、つまり今回円があって直線っていうのが傾きマイナス1なんですけど、この中心と直線の距離がですね半径未満であれば、これどっち側にあってもいいんですけど、この円と2点で交わりますよと。でこれが同値になってきます。これはポイントで確認しました。であとはこの距離っていうのを K を含んだ形で立式してあげると方程式が立ちます。円と直線の距離の公式は第53回でやっているので、忘れた方は復習してみてください。置き軸にも貼ってます。 X と Y の係数の2乗の和のルート分の絶対値を取って、この XY にですね点の座標 1,2 を代入したもの、この形になります。これがルート2未満ですよと。であとは一直線に計算していくだけなんですけど、この絶対値の外し方はいいですかね。これはシンプルなパターンで、絶対値なんとかが四角よりも小さい解くとこういう形になりますよね。この塊をそのまま挟んであげるだけです。で解いてあげると K が1から5と出てきます。ではもう一個の考え方ですね、連立して判別式の考え方、こっちも紹介します。今円 C と直線 L の交点の X 座標っていうのは Y を消去してこの X の二次方程式、これの解になります。これ直線 LY イコールマイナス X プラス K、 この式をですね円 C の Y に代入してあげた式です。これ整理するとこういう X の二次方程式になります。でここがとても大事で、今回直線 L っていうのは X 軸に垂直じゃないですよと。なのでさっきポイントで話したような X 座標の数と交点の数が一致しないような状況がないですよと。ですので必ずこの1の二次方程式の解の個数、つまり交点の X 座標の個数と円と直線の交点の個数は一致します。よって何が嬉しいかっていうと、今回問題の条件は円と直線が異なる2点で交わる、これは幼稚な条件として二次方程式1が異なる実数解を2つ持つ、これと条件がどっちになります、解の個数と交点の数が一致しますからね。これによって二次方程式の実数解の条件に問題が変わりました。判別式を使うんですけど、ここがですね2で割れるので4分の D っていう簡易版の判別式を使ってあげると判別式の条件がこうなります。異なる実数解2つなのでここは正ですね。でこれを解いてあげるときれいに因数分解できて同じ K の条件が求まります。では括弧2です。括弧2はどういう問題かっていうと、この直線と円がですね2点で交わっているとして、ここにこう切り取られた弦が出てきますよねと。この長さが2となる時の K の値を求めようっていう問題です。まあパッと見2つありそうですよね、こっちで2になる時とこっちで2になる時。なのでまあ K は2つ出てきそうだなっていうのは図を書くと最初に直感として分かります。で求め方なんですけれども、ポイントが1つあって、中心から弦に下ろした垂線っていうのは必ずその弦を2等分します。
つまりこの O からですね、この上の弦、まあ、ここを AB と置くと、弦 AB に下ろした垂線、垂線の足を H とすると、この H っていうのは AB の中点になりますよと。まあ、これはこの OA と OB が半径として等しいので、まあ、二等辺三角形になって、二等辺三角形の頂点から底辺に下ろした垂線っていうのは底辺を二等分するので、これが成り立ちます。でそれで何が嬉しいんだっていうと、ここに直角三角形ができるんですよね。今垂線を下ろしたの でその時にここの HB っていう長さが1と分かります。つまり2の半分ですね。で斜辺は円の半径でルート2と分かっているので、 OH の長さが求まります。三平方の定理で求めてあげると1と求まります。でこれによってですね、点と直線の距離で K を含んだ形でこの距離を表してイコール1という方程式が立ちます。これはカッコ1の考え方1の途中で出てきましたね。中心 O からこの直線に下ろした垂線の長さです。でこれが1になるような K の値を求めればよくて、絶対値の計算も丁寧にやってあげると K がめでたく2つ出てきます。3プラスマイナスルート2です。合っていたでしょうか。では最後に発展問題ですね。これは直線の式がですね、 y イコール mx-2m っていう、ここに m が入ってくるような状況で、カッコ1と同様に考えてくださいっていう問題です。この直線 l' っていうのも x 軸に垂直にならないですよね。 m をどう頑張って動かしてもこの y っていうのが残ってくるので、 x 軸に垂直な直線は表さないので、考え方1でも2でも OK です。ただ考え方2だとですね、途中で m の4次方程式が出てきそうな気配がして、ちょっと式が面倒くさくなるので、考え方1で進めようと思います。まあ、これは最初から気づく話っていうよりはですね、考え方2でいきたいなと思った方はやってみて、ちょっと面倒くさそうだなと思って、まあ、考え方1に変えるっていうのがですね、まあ、初めてこの問題をテストとかで見た時の新しい対応かなとは思います。でさっきと同様に、円 C と直線 L' が異なる2点で交わるっていうのは、同値な条件として O、これと直線、この距離がルート2未満、つまり半径未満ですね、となってきます。これが同値ですよと。これがありがたいことですね。なのであとは距離の条件を方程式にしてあげればよくて、この点とこの直線の距離、これがルート2未満っていう式を立てます。あとはこれを解けば M の条件が出てきます。でここからここはこのルート m2 乗プラス1っていうのが必ず正になるので、まあ同値ですよと。まあこれはまだいいんですけれども、次の同値変形ですね、このですね絶対値小なりルート、この式を2乗した一番下の式、これがですね同値になることをぜひ考えて理解してください。これがこの問題のポイントです。この上ならば下っていうのはなぜ成り立つかというと、上を見るとですね両辺0以上なんですね。左辺は絶対値がついていて、右辺はこれ中身が正でルートがついているので、どっちも0以上の数になります。なので0以上の数でですね不等号が成り立っているときに2乗しても不等号の向きっていうのは変わりませんよね。なので上ならば下はそれで成り立ちます。で 下ならば上についても、これどっちも2乗した数なので、これどっちも0以上になってくるんですけれども、まあこういう関係が成り立つときにですね、ルートを取ったものになっているので必ずこの代償関係っていうのは保たれます。なので下ならば上も OK です。一般的に言うと、まあ、両辺が0以上だったらですね、両辺2乗しても式は同値ですよとなってきます。ですので絶対値とかルートとか気持ち悪いものを取っ払うことができて M の二次方程式になります。これ展開してきれいにするとこの二次不等式が出てきます。で二次不等式は第4回でしっかりやってますけれども、まあ、グラフでやると便利だよっていう話ですね。この左辺イコール0をまず解いてあげて、解の公式からこの解が出てきます。でそうすると ② のグラフっていうのは下に凸で x 軸との交点が2つ、 m 軸ですね、今回変数が m なので m 軸との交点が2つありますよと。なのでグラフの状況としてはこういう感じで、プラスにあるところを求めなさいって言われているので、この黄色の部分ですね、これが答えになります。まあ、答えは出たんですけど、今回の問題のイメージをですね図で表すと y イコール mx-2m、 これ整理するとこの形になります。でこれはですね点20を通って傾き m の直線を表します。ですので、まあ、イメージとしては円がこうあって、二
20っていう点があって、ここを必ず通って傾きがいろいろ変わるようなこの直線を表しますと。で、円と接する傾きが2つあって、それが 2-√6 と 2+√6 ですと。今回問題の答えで出てきたこの M が 2-√6 よりも小さい、これは何を表しているかというと、この赤の直線の傾きがですね、これよりも小さくなる。これ傾きが負なので、傾きが小さくなるってことは、急になるっていうイメージですね。それが X 軸に垂直になる手前まで続きますよと。で、この答えの右側、 M が 2+√6 よりも大きいっていうのは何を表すかというと、こっちの傾きですね、プラスの傾きがどん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 急になっていきますと、つまり増えていきますと、グラフのイメージを表していました。なので、まあこういうグラフのイメージも持っているとですね、この答えが正しそうだなっていうのが分かりますよね。つまりこの片方がなかったりすると、あれ、負の傾きの方考えてないなっていうのがですね、このグラフから分かります。はい、今日はですね、中心と直線の距離、これと交点の個数、この関係性を学習しました。ここはぜひ押さえておいてください。まあ、パッと見ですね、連立して判別式立てれば出るんじゃないかって思う方も多いとは思うんですけれども、まあ、連立して判別式解くとはどういうことなのかと、それによって、まあ、どういう直線の場合にはこの方法が当てはまらないかっていう話もしました。なので、まあ、考えやすいっていうメリットはあるんですけど、まあ、デメリットがありますよと。落とし穴、トラップがあるので、そこはぜひですね、ちゃんと考えた上で使うようにしてみてください。まあ、トラップがあるから使えないっていう話ではなくて、まあ、ちゃんとそこをですね、記述の答案などでは触れてあげた上で使う分には全く問題はないので、しっかりですね、まあ、どういう時に使うことができて、でそれはなぜなのか、そこをですね、しっかりと考えて理解しておくと、自力で解く力っていうのがどん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 ついてくると思いますので、ぜひこれからも一緒に頑張っていきましょう。では今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。